これが、空くんの新しいラジコンヘリ、何？スカイウルフ。スカイウルフっていうやつだそうです。今日、なんかお母さんと大熊、これ。そう。大熊に行って、私がスカイボルテックスを壊したんで、おねだりして買ってもらったそうです。おねだりっていうかね、お年玉。お年玉の残りで買ってもらったそうです。これはですね、前の、赤外線無線じゃなくて、無線？ラジオ。無線なんで、外でも飛ばせるみたいしまって。です。大丈夫？コントローラーもこんなんだった。へえー、こっちの方がシンプル。ちょっと待ってな。これさ、前のやつと比べると大きさが、スカイボルテックスとか、これと比べると一回り大きいですね、こっちの方がね。ちょっとアンテナが危ないな。これ暴走して怒ったんだよ。ええー、じゃあ、佐野君。ジャイロ消えた？ジャイロ、サーチライトじゃねえの。あ、そう、サーチライト。間違いないで。ああ、スカイボルテックスより全然安定してるね、これ。ああ、暴走した。嘘。ほんと、なるの。しかも後ろも上がってるし。今のなんか最初良かったけど。これね、飛ばしてる時怒ったんで、そこに。そうなの？顔面から。で、床へこんだんだよ。床がへこんだ？本当にバーンって暴走した。あんまり遠くだとあれだから。これね、ホバリングがしやすいんです。ホバリングやってみて。あー、ホバリング。俺の方まで風が来るぜ。そうだ、結構ありません。サーチライト後ろつかないでしょ。サーチライトついてないよ。でも、壊れてる。こうしたらいいんだよ。買ったら買うのに。これ取り替えてもらうんでしょ、でも。サーチライトつかないから。あと、後ろも曲がってるんですよ。ホバリング。ホバリングしてるね。これぐらいだったら回すのができる。もう本当だ。いいじゃん、これ。最初揺れるんだよ。これさ、サーチライトって、前灯してもこの前と後ろしかつかないの？そうだよ。あ、そうなの？しかも後ろ今壊れてるし、買ってないけど。やって。全然、スカイボルテックスはさ、全然ダメだよね。これさ、ジャイロがさ、うん、柔らかいから怒っても大丈夫なの。あっちすぐクソ硬いからさ。ジャイロってどれ？ジャイロ、これ。これ？これグニューって怒っても柔らかいから。ああ、羽も柔らかいよね。そうだよ。な、だからこのちっちゃいのと同じで、これをでかくしたの。そうか、メーカー同じだって言ってたもんね。うん。じゃあ最後、華麗なる舞をもう一回見せてください。ああ、嘘。大丈夫？大丈夫？ああ、ちゃんと離陸台からやった方がいい。どうした今？今危なかったな。うん、サーチライトつけるでしょ。うん、つけて。ついてる。後ろ壊れてる。大丈夫だったみたいね。何やってんだよお前、ふざけてんじゃないの。それは何、わざとやってんの？うん、あの全身で傾いてるんですよ。90度になってないんですよ。ああ、曲がってる。これもおかしいんだよ。これでライト乗ったんだよ。でも風圧すごいね、これね。俺のとこまで来るよ。
着陸台に。お、見事着陸成功。久しぶりに。これです。スカイ、スカイなんだっけ？スカイウルフ。え？スカイウルフ。空の狼。そういう名前のそうです。あ、光ってますねこれ。あ、消すか。カズラ君これ。消さなくて。もうお父さん飛ばさせないよ。え？ぶっ壊すから。なんで？壊してじゃんこの間。動画見たらねすごい落ち方してて。ね、何の？お前が撮ったやつ？そう、すごい。お前さ、ビデオのスイッチ切んなかったでしょ？だから、変なやつです。こう怒ってて、こう怒ってバーンって言ってて。なんか変な音したやんな、それでな。パキって音したの。じゃあこれで終わります。どれ？最初に暴走して買った初めに怒ったの。それ、これ取り替えてくれるかな？ここでほら、ここにへこんだの。ここにいきなりバーンって怒って。そうなの？へこんだの。やばいの。いつ？明日持ってくの？いや、明日学校だから。じゃあ土曜日持ってくか。まあ持ってかなくてもいいけど別に。ダメだ、持ってかないとそれ。変えてもらうぜ。だって最初から曲がってんだからさ。すごい曲がってるでしょ。ね、どこ？こことここ。これちょっとね、こうしないとボケちゃって後ろに焦点になっちゃう。ここ、こいつが曲がってるせいでこのライトが光んない。うん、ああ、なるほど。それにすごい曲がってなんかかっこ悪いし、これ斜めに。じゃあどう取り替えてもらおうぜ。いいよ。これは前のやつですね。これは新しいスカイウルフです。同じ会社が作ってるからね。羽も同じですし、ここ羽の大きさだけしか違わないね。うん。あとここもここだけで違うね。うんうん。これがこのスカイウルフのパッケージですね。こう入ってたんだね。あ、こうだ。これほらスカイボルテックス。ラジオコントロールだから屋外でも飛ばせるって書いてあるね。ね。え？大きさ。うん。これが前のスカイボルテックスですね。すでに壊れてしまって。で、これが新しいやつですから、スカイボルテックスの半分ぐらい大きさですかね。これが小。中大。中大。そういう風になってます。全部15歳。いやーすごいね、君。3台も持ってて。もうこれで終わりにしてね。うん、やばいよ、これ以上。何が？買わないもん。え、これ以上やばいから言っとくけど、お父さんも買わないで。え、俺空撮をできるやつ買いたかったんだけど、大工まで1万5000円もして。え、いや丸いのやつでさ、あのアマゾンで見たらあの8000円ぐらいであったよ、空撮できるやつ。それにだから買おうかなと思ったんだけど、別に空撮、あの大工まで売ってたやつはね、うん、ここのねコントローラーに画面がついててパカッて上げると空撮が 3D で 3D っていうかねカラーで映る。ああ、それもあった。でもそれがね、良くない。あの、空撮されてる動画を見たんだけど、あの、映りが全く良くない。いいじゃん。丸いのやつは良かった。すごく。丸いのやつだから欲しいなと思って。東京丸い？そうそうそう。エアガンだけじゃないんだね。こんなのも作ってんだね。そうだよ。知らなかった。じゃあ、今度は、休みの日にはですね、外に行って飛ばしたいと思います。これね。これね。飛ばしたけどね、うん、ちょっと風が吹くとすぐバランス崩れちゃう。あ、そう。やっぱ風には弱いよな。やっぱ基本室内なんだろうね、こういうのってね。これ室内飛ばせない。これ室内弱い。